せっかく早く帰って女性に優しい駐車場そごうパーキング館に行こう行ってどんな風に女性に優しいのかまたは女性に優しい駐車場だからそこに行って女性に優しく駐車しようと思ってんだ何べんも何べんも呼び戻しやがって嬉しいぜ。まだ来たいのか横浜、本当にまだ来たいのか。お前らの盛り上がりは非常によく伝わってる。2階は盛り上がってんのか。そうか、概ね盛り上がっているので大変結構なのだが、しかしこの中でまだまだ我々世紀末のミサに馴染んでいないというけしからんやからがちらほらちらほらと見受けられた。そこで先ほど来我々はそいつらをチェックし、あいつは乗ってないな、まだ乗ってないな、まだ乗ってないな、イエローカードみたいな感じでチェックをしていたわけである。さあ諸君たちに聞きたい。そういう我々のミサのノリにこの後に及んでまだなってないやつをどうしたらいい、どうしたらいい、どうしたらいい。いよいよ処刑ミサのスタートだ。え、これから。嘘、今までのはほんの序章だったのだ。それではまず処刑を始めるにあたって処刑台を出せ。ここに取り出したのは一見何の変哲もない処刑台だが、よく見ると周りに曲名が書いてあるじゃないか。曲名じゃないものもあるが、これが今から処刑されるものの体を使って体を張って我々の世紀末のミサ、まだまだ数多くあるやりきれない曲を選んでやることになるが、どういう趣旨であれとあれが並んでんのかよくわからないというものもある。そんなことにはガタガタ文句を言わないように。よし、おい、その目をつけていたという乗っていないけしからんやからを連れてこい。それにしてもこれはルーレットになってるんだよ。チキショー、どうなるかな。そいつか、チキショー、立ててこい。チキショー、なんだこいつ。チキショー、どこかで見たことのあるようなやつだ。お前は、名前は何という。こんにちは、鉄拳です。鉄拳か。お前はちなみに生物としては何なんだ。ニュータイプです。ニュータイプなのか。歌は好きなのか。歌は好きです。歌はどんなのが歌えるんだ。島唄とか。しまうたよ風に乗り。もういい。あ、終わりですか。うん、そうか。こいつは一体どんな不届きなことをしたんだ。うん、なんだ。うん、こういうものを使って不届きなことをしていた。さては外で売るつもりだな。ちくしょう、ちくしょう。ああ、あの、勝手に どうするんだこれを。勝手にやらないでください。僕がやる。フランダースの犬はやります。フランダースの犬をやるのか。フランダースの犬ちょっとやらせてやろう。せっかくだ。でも後ろのやつは見えないぞきっと。後ろのやつは後でビデオを変え。そこに乗りたいのか。乗りたいです。乗ってもいいけど危ないぞ。乗っていいんですか。とりあえず乗ってみろ。うん、うん、偉そうだな。今日はフランダースの犬について考えてきました。我々が見えないじゃないか。
こんなフランダースの犬はミルクの運ぶな。つなげなのか。ちょっとあのもう一個やらせてもらいたいです。もう一個あるのか。もう一個やらせてもらいたいんですけど、もう一個僕がやるんです。調子がいいのにもう一個やります。続きまして、世紀末について考えてきました。静かにしないと聞こえない。ここは喋らないでください。こんな世紀末は実家に帰れ。なんか僕そっくりだ。お前の方だろ。こういつも自動販売機をこうやってお釣りないこうチラッ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 って見ている。この下もこうやってじーっとってなんか見ている。これが苦手で目が開けられない。こう、目薬をさすときになんか口が開いてしまう。あーってみんなそうだろう。こう、ネズミ花火がいつもカッカのとこにやっていく。こう、悪魔なのにお化け屋敷が怖い。こうやって、悪魔の森に行くけどカブトムシが飛んでるとそっちの方行っちゃう。この電車があったらここに待っちゃう。で、ギャーってなる。この未だにソーセージの正しい見方がわからない。ガビーンって。以上、突進でした。もう、これを消したら、もう処刑しろ。直ちに処刑しろ。こういう鉄拳をどうしたらいい。僕、どうされちゃう。規模に良さそうだな、みんなに言われて。こういう鉄拳をどうしたらいい。お前も言ってみろ。殺されちゃう。言ってみろ。何ですか。え、こういうやつをどうしたらいいって言ってくれるかもしれないぞ。何ですか。あ、いいや。はい、分かった。もういい。あの、すいません、デモンさん。うん、なんだ。ファイヤーアフターファイヤーがいいんですけど。あれはあんまりやりたくないな。ダメですか。それか、あの、エルドラドがいいんですけど。それは、今にわかで覚えたの。え、にわかで覚えたのか。違いますよ、僕中学1年の時から知ってますよ。それはもう知ってるから。知ってますよ。ミサとかは来たことがあるのか。え、何ですか。ミサには来たことがあるのか。あの、長野方面出身なんで、うん、ミサには来たことない。今日初めてです。そうか。でも、あの、東京でやるとき呼んでください。呼んでるじゃねえかよ。呼んでるよ今、はい、東京じゃないけど。あと、うん、なんかいいプロテクターがあったらください。これなんかもうボロいんで。いいんだ、どうせ処刑されるんだから。ああ。よし、さあ、もう言い残すことはないな。何か言っとくか。あの、おはスタ見てください。おはおは。よし、それでは回せ。ちょっと待った、待て、矢印の先が落ちた。それ意味ねえじゃん。あ、よし、そうやってろ。
パジェロだ。信じられん、もうパジェロが出た。パジェロ、パジェロ来たぞ。ほら、おお、後ろのやつは見えないのか。ほら、パジェロが走ってきた。じゃあパジェロだ。でもパジェロなんていう曲はないので仕掛けがあるんだ。まああの、まあいいや、よし、この下に仕掛けがある。パジェロはこれは単なるフェイント。本当にやる曲はこれだ。悪魔の穴。じゃあみんな準備だ。あれお前は貼り付けられてればいいんだ。そのうち返してやる。よし、まあ悪魔の穴だけじゃ諸君たちも気の毒だから、キルザキングギドラまでやってやる。しゃあ、お前はそこで聞いてろ。はい。神よどけしよい。Kill the King, Tekken.